ニュースの増田貴久です。今大変な状況の中で、みんなの生活のために働かれている方々、本当にありがとうございます。僕も少しでも何かこうリラックスできる時間をお届けできないかと思いまして、今日は歌を歌ってみたいと思います。いつも僕がコンサートの前に行う方法で歌いたいと思います。聞いてください。今君を目の前にしてるだけで言えない言葉、今が好きで溢れていずれ胸の奥触れない手触り、一人帰る途中で顔を上げて夜空見てたら、心の奥で大きくなって一つでたため息、月の綺麗な夜だから愛しい愛しいという心、なんでもない僕がなんでもなくない君への歌、夜空に月いつかは二人で見れますように。